それではこれから、令和3年度宮崎県職員採用試験などについて説明を始めます。今回はご覧の項目について説明します。まず、採用試験の種類ですが、大きく3種類に分かれています。具体的には、県職員採用試験、医療系職種採用試験、警察官採用試験です。県職員採用試験については、さらに大学卒業程度、 高校卒業程度に分かれています。程度というのは、試験で問われる知識のことで、学歴は問いません。ただし、一部の職種、例えば社会福祉や管理栄養士などでは、資格や免許が必要になっています。次に、職員採用試験の受験資格です。県職員の採用試験は、年齢によって受験資格が異なっています。受験資格は、試験実施年度の4月1日現在、 大学卒業程度は21歳から28歳、社会人は令和3年度より上限を引き上げる見直しを行い29歳から39歳、高校卒業程度は17歳から20歳となっています。次に医療系職種は保健師・臨床検査技師の採用試験については人事委員会が採用試験を行っています。このほか、獣医師、薬剤師は人事科、看護師、 助産師、診療放射線技師は、病院局経営管理課が採用を行っているので、それらの職種につきましては、直接問い合わせてください。すべての医療系職種は、免許を持っていること、または免許取得見込みであることが受験資格の一つとなっています。免許が取得できない場合には、採用となりませんので、ご注意ください。次に、警察官は、 大学卒業または卒業見込みの方を対象にした警察官 A とそれ以外の方を対象にした警察官 B に分かれています警察官 A については先ほどの県職員と異なり採用にあたっては大学の卒業が必要となります続いて試験制度の見直しについての説明に入りますまず SPI-3 の試験会場についてです第一次試験で実施する SPI-3 では 全国47都道府県に設置されるテストセンター、または宮崎県庁で受験することができます。また、試験日については、人事委員会事務局が指定する期間のうちに、受験者の皆さんが都合のいい日を選んで受験することができます。続いて、一般行政特別枠、一般行政社会人についてです。社会人採用試験では、受験年齢の上限を、 令和3年4月1日時点で39歳以下に引き上げます大卒程度の技術系職種保健師採用試験は特に大きく変わりますのでご注意くださいこれまで6月に実施していた第1次試験を4月から実施し SPI3 を導入しますなお6月に第2次試験として専門試験を受験する必要があります 社会人の技術系職種においても6月に実施していた第一次試験を4月から実施し SPI3 を導入しますまた機械農業土木を新たに募集します最後は警察官採用試験における新たな試験区分の設置についてです IT パスポート等の国家試験に合格している方を対象に情報工学の区分試験を新設します対象となる資格や注意事項については 宮崎県警察本部のホームページや試験案内をご覧ください。次に、令和3年度の採用試験日程についてです。詳細は、パンフレットやホームページをご覧ください。また、募集する職種や採用予定人数は、試験案内で確認をお願いします。まず、大学卒業程度等と社会人の採用試験日程です。大学卒業程度のうち、 一般行政特別枠及び一般行政社会人については現在試験案内を配布しております第一次試験は全国47都道府県に設置されるテストセンターで受験する場合は4月7日から4月21日宮崎県庁で受験する場合は4月7日から4月16日ですなお 試験申し込み受付期間は3月31日までとなっており受験申し込みにはエントリーシートの提出が必要となります続いて大学卒業程度等及び社会人の技術職についても現在試験案内を配布しております第1次試験はテストセンターで受験する場合は4月26日から5月25日宮崎県庁で受験する場合は5月20日から5月25日です 試験申し込み受付期間は3月26日から4月30日までとなっており受験申し込みにはエントリーシートの提出が必要となります次に大学卒業程度一般行政警察事務と高校卒業程度等の職員採用試験の日程です大学卒業程度一般行政警察事務については試験案内の配布開始日が4月22日となっております第1次試験は、 6月20日日曜日で試験地は宮崎市福岡市東京都の3会場です大学卒業程度は保健師採用試験含め試験日が異なる場合であっても全区分試験で併願することができませんのでご注意くださいなお警察官採用試験と県職員採用試験は併願することができます 高校卒業程度臨床検査技師採用試験については試験案内の配布開始日が7月8日となっております。第1次試験は9月26日日曜日で試験地は宮崎市、都城市、延岡市、日南市の4会場です。次に障害者を対象とする職員採用選考試験と就職氷河期世代を対象とする職員採用選考試験の日程です。 障害者を対象ととすす。る試試験験は、試験案内の配布開始日日が8月2日となっております第1次試験は10月17日日曜日で試験地は宮崎市です。就職氷河期世代を対象とする試験は試験案内の配布開始日が9月13日となっております。第1次試験は10月31日日曜日で試験地は宮崎市です。 次に、警察官 A、警察官 B 採用試験の日程です。警察官 A は試験案内の配布開始日が4月22日となっております。第1次試験は7月11日日曜日で、試験地は宮崎市です。警察官 B は試験案内の配布開始日が7月8日となっております。第1次試験は10月17日日曜日で、試験地は宮崎市、都の城市、 延岡市・日南市の4会場です。県職員の採用案内のホームページには、職種別の仕事内容や試験の例題などを公開しており、随時更新していますので、ぜひ採用試験のホームページを一度ご覧いただいて、興味がございましたら申し込みをしていただければと思います。さらに、県では LINE で採用試験に関する情報などをお届けしています。ぜひ、友達登録をお願いします。 その他、Facebook や Twitter でも随時採用試験の情報をお知らせしていますのでご確認ください。さらに詳しく、県職員について直接話を聞いてみたいという方にぜひご利用いただきたいのが、県庁ナビゲーターです。県庁ナビゲーターは、県職員を目指している方、関心のある方と、県職員との面談を通して、県庁の仕事や職場、職員の魅力を紹介する制度です。昨年から ズームを使用したウェブ面談も開始していますので、興味のある方はぜひお申し込みください。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。採用試験に関する説明は以上です。ご覧いただきありがとうございました。